浜海新区は、中華人民共和国天津市に位置する副省旧市、か区。浜海新区は、河北平原北部、山東半島と両東半島の中間に位置する。天津市東部に位置する浜海新区は、渤海湾を望む。北は、河北省東山市方南区、南は岸と接している。 浜海深区には1 5 0トル以上の遠浅の海岸線と3 8トルにわたり、域内を流れて、北海に入る海画があるなど、淡水や海水の恵みと関わりが深い。水産資源は豊富であり、高潮帯には、カニ類が、中潮帯には、魚類、エビ類、貝類などが多く繁殖し、北海隊エビや、ヒコガニなどは、中国の内外で、 品質や味の良さが知られていた。海で採れる天然の水産物や、海水で養殖される、水産物から、海鮮料理などが発達したが、牧海の汚染や、海岸の川口関建設、海岸部の埋め立て工事により、漁業全体が打撃を受けている。水産資源の他には、地熱資源も豊富で、摂氏65度から78度の温泉が大量に湧き出している。 関空周辺は、天津港の中心となる巨大なコンテナターミナルがある。ほか、製油所、石油化学コンビナート、製塩工場、造船基地などが集積する工業地帯もある。1980年代の改革開放後、天津経済技術開発区や、天津港保税区、国家海洋ハイテク開発区などの工業団地が、設けられ多くの外資系企業が進出している。 テダは、天津の新たな経済の中心地区となっているほか、ニュータウンの建設も各地で進む。塩田跡地では、埋め立て工事を行い、中国政府とシンガポール政府が共同で開発する、ニュータウン、天津生態場が建設されている。公共交通機関では、天津市中心部とタンクとの間の津浜景気鉄路が2005年に開通している。 また絵画に加強された絵画探空大橋は、首都が一本のしゃばり橋としては、世界第3位の規模である。天津港探空には、全国重点分物保護単位に指定された、重要な史跡もある。天津を守る大国地方大や民の永楽年間に、建設された古札の超音寺が残り、漁民、農民、生民らが共存してきた歴史も伺える。 戦略上重要な場所であり古くから港としても栄えた。またン空協定はこの地で結ばれている。中国最大の遠業企業である天津賢省は1880年に北洋水市が開設した工場や中国の科学工業の黎明期を担った航海学者に由来するなど中国の近代工業の発祥の地の一つでもある。 また1980年代の改革開放後、天津経済技術開発区など経済特区や工業団地が設けられ、外資系の工場やオフィスが進出する新たな都市となった。2000年代半ばからは、面積200平方キロメートルに及ぶ埋め立て地を造成し、大型船の入港可能な港湾や臨海ニュータウンを、 建設する中国最大級の埋め立て工事、天津天改造陸プロジェクトが実施されている。2009年10月21日、天津市の四日区のうち、渤海海岸に面した単空区、韓国、大港区の3区が合併し、新たに浜海新区が設置された。2010年1月11日に、区政府機構の行政事務が開始された。 2015年8月12日深夜、高校地区で大規模な爆発事故が発生した。13街道、ご鎮を管轄する。ありがとうございます。